こんにちは、ゆうりです。前回見ていただいてありがとうございます。今回はようやくできます。ラプンツェルメイクをしていきたいと思っております。ラプンツェルずっとしようと思っててなかなかできんくて、ようやくできて、パスカルも届いたんでね、これね、なんでちょっと早速やっていきたいと思います。はい。で、今つけてるカラコンが、クオリテのベーシックという色を使ってます。今回ちょっとワンデーを頼んでみました。いや、使い捨てのやつね、あんま普段こういうねカラコン使わないので、ワンデーにしようかなと思って、ワンデーもあるし1ヶ月もあるし土入りもあるので、ぜひ参考にしてみてください。インターネットで売ってます。それから、ラプンツェルということなので瞳がグリーンですよね。なんで今回はちょっとこういったグリーンのカラコンを使ってみることにしました。爬虫類みたいですけども、はい、まあ、早速やっていきたいと思います。ほんとね、今回はちょっとファンデーション自体は部分というのかな、ちょっと下地まず塗っていきますね。塗ってもラプンツェルって若干アナとかエルサさんもそう、エルサさんもそうなんですけど、やっぱなんていうんですか、結構そばかすがあるので、私も実際そばかす元からも多いので、そこ描くというよりも、ね、そぼかすをわざと描いちゃうっていうよりも、もう残そうかなと思ってます。だからここの部分残して周りだけちょっとねファンデーションを塗っていこうかなと思ってます。そういうとこちょっと生かしていかないとね、そばかすあるということはいつも隠してばっかなんで、ね、今回はちょっと本当に周りだけっていうのかな、例えばいつもここのシミ、ここ気になるとこだけ塗ってたんですけど、今回はちょっとそこ残します。残して周りだけちょっとね塗っていきたいと思います。後でちょっとなじませていきますけども、今日は頬の部分はもうそばかす残しちゃいます。これはまあ全体的に塗ります。今回はそばかすを隠さずにということなんですね。ここの残しました。こちらのアイシャドウをアイホールに塗っていきます。そうするとグラデーションが綺麗になります。次、つけまつげですね。今回丸みのあるまつげにしたいので、結構もうがっつりこのまま普通につけちゃいます。いつもねちょっとずらしたりしてるんですが、ラプンツェルまつげがクッとこうね、すごいこう丸みのある感じ、ドールちゃんみたいな感じなんで、今回はこんな感じで塗っていきます。こちらのつけまつげも普通につけちゃいます。なんかびっくりした、手緑やなと思って、なんか腐ってのかなと思ったら、そうかな、
アイシャドウでした。はい、ここも普通につけて、こう丸みを出すためにね、真ん中のとこちょっと上げちゃいます。次アイライン、ここ結構丸く描くために下にアイライン引きます。次ここなんですが、アイラインではなくアイブロウで真ん中のとこだけ描いていきます。あとここ、ここ縦の目、もうこれだけで結構ね丸みのある目になるので、ここだけ、もうここ塗らないです。ここだけ。次切開ラインなんですが、いつも三角なんですが、ここはちょっとね丸く描きます。ちょっとね、ラプンツェルはまあ鼻はちっちゃくしたいんですけど、もともと私鼻そんなちっちゃくないんですが、まあ、ノーズシャドウでいつも通り整えていきます。ラプンツェル自体顔がまん丸なので、シェーディングはなしで、チークなんですがいつもより上、ここら辺です。塗っていきます。もっと目の下って感じですね。手でのせてあげるのもいいかもしれないです。あ、間違えた、これ鏡じゃない、これ鏡じゃない。ある意味そばかすあってよかったかもって今日初めて思いました。はい、おばさんみたい。じゃあ、リップに着ていきます。ラプンツェル唇の色が、今まで結構赤いとか使ってたんですが、赤とかじゃないので、ダブルライン、じゃリップライナーもなしで普通に薄いね唇の色を。レブロンのウルトラ HD マットリップカラーの8番を使っていきます。まあ、これ結構薄めなんで、私リップライン塗っちゃうと結構ブルーってね、よく唇お化けって言われるんですよ。上がってるわーって私なんですけどね、唇お化け、キュー太郎みたい、タラゴ唇、いろいろ言われてますけど。はい、じゃあ塗っていきます。リップ完成いたしました。はい、まあ、これ全部でラプンツェルメイクの完成でございます。で目がちょっとね、どっちかというといつもよりかこうまん丸って感じの目で、リップは薄めで、チークはこの目の下っていうのができました。で眉でもね、いつもよりかちょっと優しめな感じにしてるのかな。なんか若干ですね、ここやてる感じがした。はい、こんな感じで出来上がりましたね。はい、まあラプンツェルメイク面白かったです。私ほんまラプンツェルめっちゃ好きなんですよね。花はきらめく魔法の花、時を戻せ蘇らせろ、なんとかの夢。はい、忘れたもうね、お母様の髪を解いてラプンツェルとか言ってるんですけどね髪の毛を下ろして友人。みんなにも夢がないの？俺にだって夢はあるさ。もう大好きなんですよ、ラプンツェル。色合いがね、可愛いですよね。あとやっぱ女性って結構髪の毛ロングなのって憧れるじゃないですか。なんかそういうツボついてるなって思います。やっぱディズニーさんとかってね、すごいなって思います。はい、まあこんな感じでラプンツェルメイク完成しましたので、ぜひ今年のハロウィンであったりとか、何かコスプレされる方、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今回はラプンツェルメイクでした。それではまたお会いしましょう。バーイ。